久しぶりにドンキの撮影に来ました。Facebook とかを見てたらですね、看板が立っていたので、どのくらい大きな看板が立っているのかどうかをまず確認に来ました。遠目からちょっと今見た、ちょっと見えたんですけど、かなりやはり大きな看板になっています。旧道側はまだそんなにできてませんね。奥側かな。すいません。こんにちは。10号線側から見えるところに大きな看板が立っていますね。ちょうど神田川の前ですね。目視台もちゃんとメガドンキという風に書かれています。数日前の新聞にも求人が出てて、まあ、そこにはメガドンキって書いてて、まだ仮称って書いてたんですけど、もう看板がもうちゃんとメガドンキっていう風には書かれてます。下の敷地はそんなにまだできてないのかな。ここは下が出てるからちょっとここまでにしておきましょうか。あ、こっちから見え、高速から降りてきてからがすぐ見えるかどうかですね。見えるか、やはりかなり大きな看板、かなり目立つと思います。建物の外側も随分しっかりできてきてはいるみたいですね。この前までは骨組みだけだったんですけど、そこもできてきているようです。ちょ、勇敢にも11月まだ下旬としかオープン日が載っていなかったので、まだはっきりした日にちは分かりませんけど、ここ辺は何も変わりはないみたいですね。もう中が全然見えなくなっていますね。もう外側が壁ができていてですね。旧道に抜ける道、出入り口もまだ完全にはできてないですよね。以上です。